ましょうか。女子用カラーは、水色40、白28、オレンジ35、グレー17。ばらけたなあ。でも水色人気が高い。いいですね、水色。いいな、やった。じゃあよかったね、日賀さん。あ、やべ、よかったね、水色で断密。水色、女子用のサイズは水色。うん、女心分かってないね。分かんないですよ、男だから。女心分かってたらもっと今違った結果になってますって。僕、女子用のカラー、水色54、白33、オレンジ43、グレー19。はい、ありがとうございます。うん、連邦軍の水色。うー、すげえ流れが早いぜ。水の微妙な人もいる。うん、あのね、デザインを追加するのはちょっと難しいんですね。よし、じゃあとりあえずこれでいこうかな。今日の会議の、とりあえずまとめに入りましょうか。はい、まず、T シャツ、ロンティー、パーカー。あ、作るものですね。作るものは T シャツ、ロンティー、パーカー、それからスポーツタオル、それから帽子ですね。まあ帽子はちょっとデザイン全然考えてないんですけど。で、サイズについてが、S サイズ、M サイズ、L、XL。多分これしかね、ないと思うんですよ、そもそも。で、割合で言うと S38、M183、L219、XL110。で、このラインナップでちょっと行ってみようかなというふうに思います。はい、ただちょっとね、パーカーも T シャツも一緒くたにこれ投票取っちゃったんで、どうしよう、ちょっとこれもう一回取り直します。で、カラー、とりあえず最初は黒で、それにプリントの色は、白もしくはグレーですね。はい、で、タオルは、そうですね、スポーツタオルは2000円で、今治の方で、注文しようかなと思ってます。それから女子用のカラーは、水色、第一弾水色でいこうかなというふうに思います。はい、じゃあちょっと最後にもう一回ですね、ボディごとにやります。例えば半袖 T シャツですね、サイズがいい SMLXL 以上。ちょっと5番が選択できないので4番までにしますね。もう一回投票してください。半袖 T シャツサイズ、どのサイズが良いか。S、M、L、XL 以上。B2 キャップ。4L とかね、ないと思いますよ。うん。ハロ社長の何かが欲しい。毛とかどうですか？はい。漏れなく新品のシャツやパーカーにハロ毛がまぶされているっていうトッピング？いくらでもいけますよ、そんなの。顔毛がいいですか？尻尾毛がいいですか？腹毛がいいですか？背投げがいいですか？顎毛がいいですか？耳毛が結構レアですよ。ヒゲとか。投票、やっぱ S が S24、M88、L113、XL 以上65。次いきます。あれ、先生？
ロンティーどのサイズがいいですか。 M、L、XL。 はい、じゃあ次ロンティーですね。投票開始いきます。はい、来ましたね。投票どうでしょうかね。蓋を開けてみるとやっぱり L が一番多いな。これは T シャツと同じ比率になってますね。パーカーがやっぱり大きめで着たい人が多いからちょっと変わるのかもしれない。ロンティー S、M、L、XL ね。はい、 S が18、 M が80、 L121、 XL58。 ありがとうございます。投票ストップいたします。じゃあ次ですね。はい、パーカーいきましょうか。ちなみにこれ僕は買ってきて、アイロンで、プロトタイプで作ったやつですけど、これで L サイズなんですよ。これ結構ねピチピチでしょ。これで L になっちゃうんですね。これまあ参考までに、まあボディにもよると思うんですけども、いきます、いきます。はい、そう、僕ね割と華奢な方でなんですけどね。はい、うんうん、そう、ロンティーは下にヒートテック可能性で見越して大きめとかある。だから僕の場合はロンティーの上に半袖着たりするんですよ。でちょっと今のアイディアなんですけども、デザインは全部バラバラにしようかなと思ってるんですね。例えば半袖、ロンティーを着た上に半袖を着るとデザインが完成するとか、例えばロンティーの、まあ、柄もついてるんだけど、こう袖が出るじゃないですか、ロンティーはね。で、その袖が出たところに半袖のところから先のここに柄入れといて、半袖着てここに着ると、なんかちょっとデザインが変わるとかですね、変わるというか、まあ、しっくりくるとか、で、その上にこうパーカーを羽織ると、また、ちょっと変わるとか、そういう感じに、しますね。でも僕で L なんですよ、ほら。結構ムチムチパンパンですよ、ほら。見えますね。こんな感じ。肩の方が、こんなムチムチ。ほら。パンパンです。ドラクエの抱き売り商法。革の鎧、革の盾、革の帽子。ロンティーはもうパーカーも、かぶりにしようと思ってます。これ、ジップですけど、ジップしかなかったんですよ。できれば、かぶりのパーカーが、僕が勝手になんですけど、かぶりが好きなんですけど、もしかしたらでもジップになっちゃうかもしれないですね。ちょっとこれはわかんないです。ジップになるかもしれない、かぶりになるかも。まあでも、かぶり少ないからな、ジップになっちゃうかな。ちっちゃめの L、EVE0063 は身長130ぐらいしかないんですよね、この人。スウェット。かぶりがいい、ジップがいい。これもちょっとあれだな。投票取らないと。ですね。やっぱりあれだな、パーカーだけばらけだな。投票取り直してよかった。パーカー S が3、M51、L140、XL106。ありがとう皆さん。一回投票止めます。じゃあすみません、パーカーのボディもう一回ケツ取りますね。はい、じゃあ投票します。あ、間違えちゃった。あ、止めちゃったすいません。
ごめんなさい、消えちゃった。かぶりと、ジップ。どっちがいいかな。はい。これも、これは金属、プラジップでね、かな。いや、これ金属ですね。かぶり、アムロでお願いします。だって。どちらがいいでしょう。うわ、これ真っ二つだな。かぶりがいい、開きがいい。開きが、微妙に開きが。44% と 56%。うん。そっか、開きはタンクに傷がっていうのがありますね。そらそうだ。うん。鬼の半倉湯飲み見せてもらおうか。なるほどね。タンクに傷がつくっていう発想か。開き。166。かぶり。130。でも開きの方が多いな。ありがとうございます。スクーターには関係ない。ハイディグ、そのためのタンクバット。ですね。はい。じゃあ、とりあえず、これで、まあ、ちょっと半々で制作とかも、対応できる、してくれるところがあるかどうかわからないんですけども、ちょっと、検討をしてみようかなと思います。はい。開きはバイクだと、腹が冷える。うん。開きの方がでも件数が多いんで、開きにしようかな。というような感じです。はい。僕も開きはあるんで、ジップ冷えるっていう意見も多いですね。はい、わかりました。じゃあとりあえず今日の会議で、いろいろ固まりました。はい、とりあえずですね、まあ皆さんに教えてもらって、スポーツタオルというですね発案が追加されたのが今日の一つのですね成果だと思います。はい。で、タオル、スポーツタオルを、まあ、うちのスポーツタオル2,000円で、目標で制作ということでちょっと作ってみようかな。で、まあ、タオルはカラーはまあ白ですよね。白ぐらいしかないんで、それはやってみようかなと思います。はい。長かったですね。皆さんお疲れ様です。はい。サイズが大きいのが欲しい人なんですけども、あらかじめですね、それ言ってもらえれば、うちの方でもちょっと作れるようにしようかなと。まあ、ただ、これ、外注でオーダー先の都合によるんですけども、大きいサイズについては、特注で、まあ、小ロットでもですね、一回版ができちゃえば作ってくれると思うんですよ。シルクスクリーンの版ができれば、小ロットで、例えば、うちで注文が例えば3件溜まったらとかですね。はい。そういうことでできると思うんで、大きいサイズが欲しいっていう人だけについてはですね、受注でやろうかなと思ってます。その代わりとんでもなく大きいサイズとかになっちゃいますけどね。はい。そんな風に、考えてますんで、今着ているのを視聴者プレゼント。これ?でも視聴者プレゼントでもいいんですけど、いや、これはあれですよ。じゃあ、鬼の半倉の T の文字を書いてくれた人には、そのできたものをプレゼントっていうのがあると思うんですけども、じゃあどうしようかな。これ、ね、脱ぎたて鬼半?またヤフオク?これ。もう時間があれだからな。ヤフオクなんかこれ出せるの?わかんないけど。ちょっと待ってね。なんか、最近はね、携帯で出せるらしいですよね。出品。通常出品。めんどくさいね、これ。ファッション?
メンズ、ジャケット、パーカー、 L サイズ、これ L かな、本当に。サイズ、やっぱり L ですね。で、ボディはアウトドアのボディです。はい、このカテゴリーに出品。ちょっとね、皆さん、ちょっと待ってくださいね。今やります。じゃあこれヤフオク出しますけど、それのお金はこの間の前回のやつもですね、お金実はストックしてあるんですよ。であれとこれ加えてですね、それを今回の制作のですね足しにしようかな。開始価格は1円スタート、開催期間は、まあいやこれ適当で、これ写真どうやって入れるんだ、ちょっと待ってくださいね。本当に中だるみしちゃって申し訳ない。確認、都道府県は、ユースト、これでいいのかな。ごめんなさいね、なんか止まっちゃって。よっ、画像がありませんになってる。ちょっとね、これも早く撮らないと。よし、出品したけど画像がありませんになってるな。パンツって言うなって。パンツなんか出さないよ。よし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 よよ、少々お待ちください。パッとできないのがね、俺やだな。うわ、すでに入ってる。今から URL 貼ります。はい。写真がね、出てない。ちょっと今写真を入れます。
で一応これオークションの終了時刻3日後になってるんですけども、あと15分ぐらいで終わります。なんかこのまま普通に行こうかな、確認画面で。出品中。9599円とかなってるんですけど、なんかの間違いじゃないですか。本当にお支払いできる金額入れてくださいよ。ネタで変な金額とか入れちゃうと、非常に悪いの評価ついちゃいますからね。いいのかな。それを素肌に着てサンドバッグ叩いてから発送しても汗まみれにしてもいいんですけど、本当に。あ、でもこの間落札してくださった方、本当にそのお金出してくれたんですよ。で、大事に取ってあります、そのお金。前ロンティーかなんかにこうプリントしたものを出したんですけども、本当にそのお金いただいちゃって、ただ本当にそれだけ送っても申し訳ないんで、一応いろいろおまけは入れさせてもらったんですけど、あと私一筆書かせていただいて、お手紙書いて、で送りをしました。はい。でその時のお金はプールしてありますんで、それは今回の企画にですね、使おうとは思う、使わせていただきます。はい。っていうか本当に1万いっちゃったな、すごい。いいんですか、僕来ちゃってますよこれで。別に新品で作ったんで、前みたいに中古ウェアじゃないんですよ。新品の服を買ってきて新品にプリントをつけたもんなんで、別にダメージとかはないです、ほとんど。こんな感じですよ。はい。こんな感じですね。なんか写真3枚撮れるみたいだな。でもなんかあれだな、これだけだとつまんないから。この顔はやばいな。この顔はマジでやばい、マジでやばいから乗せてやるぜ。15分間だけ。写真1枚足しちゃった。ページはこちらですね。パンツなら2万いかないよ。じゃあ22時の、40分で締め切ろうかなと思います。はい。
変な写真が増えたとか。うん、まあでもこれで終わりかな。これでまあでも欲出してもしょうがないんですからね。早期終了ありますよ。ん？早期終了なしになってる。オプション選択されてませんとか言って。ははっ。早期終了なしとか。これ早期終了なしじゃダメじゃんな。2日やりますか。じゃあこれね、まさかの9日まで放置。よし、じゃあそうしましょう。すいません、こちらのミスで早期終了の設定をしなかったので、10月の9日22時21分まで、はい、やります。で、いたずらはなしでお願いします。で、いたずら入札に関してはですね、出品者都合の繰り上げになりますので、非常に悪い評価がつきますので、はい、あ、会議もう終わりですよ。時間を押してますんで終わります。はい、ハロの写真いいですよ。全然入れますよ。じゃあこれ、後でちょっとちゃんと編集します。それまで晒し物、はい、終わりです。はい、じゃあ皆さん、お疲れ様です。会議ありがとうございました。で、今日はこれにて終了しようかなと思います。はい、じゃあ引き続き進展がありましたらね、動画もしくはツイッター等の方でやろうと思います。はい、皆さん本当お疲れ様です。眠いよね。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあまた、来週の水曜日に、お目にかかりましょう。はい。すいません。失礼させていただきます。またよろしくお願いします。